続いてご紹介する企業様ですが、はい、ミシェルさん、仏壇選びだったりお墓選びって結構難しいですよね。はい、難しいですね、お墓ももうそうでした。実際に僕した経験ありますけどね、どうしていいかわからない。そうですよね、はい、まあ、今ですね、時代のニーズに合わせてお客様の喜びを最優先に考え、地域ナンバーワンを目指すこちらの企業様、ぜひ参考にしてみてください。どうぞ。現在日本は人口およそ1億2695万人、そのうち65歳以上は3460万人を超える高齢化社会を迎えている。そんな中、多くの人が見つめ直し始めたのが人生の最後についてである。葬儀やお墓など消費者が求めるものは時代とともに変わり、葬儀業界全体にも大きな変化が求められ始めている。そんな時代に新たな風を吹き込む男がここにいる。株式会社日本の心、代表取締役社長新井健一。昭和8年、東京吉祥寺の家具店からスタートした日本の心では、必要とされる葬儀からお墓まで一人の担当者がお客様に提供するワンストップサービスを実現。残された家族に優しい誠心誠意を尽くしたサポートで、多くの人生最後の瞬間に花を添え続けている。今回は新井健一をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。仏壇の違いというのはやっぱり専門家から見ると一目で分かるものなんですか？昔は従来型って今言ってますけども、そういう仏壇が主流だったんです、はい、まあ、要するに床の間があるお家とか和室が多いお家、はいはい、そういうところに飾ってましたけども、今はマンションなり、あと一戸建てのお家、そうなりますとだんだんフローリングのお部屋が増えてきて、はい、向かい縁の仏壇が置けなくなってきた。畳じゃなくてみたいなね。そうすると家具に似た家具屋さんの売ってるようなものの材質を使った仏壇に変わってきて、去年だけでだいたい7割ぐらいが今変わったんですか？変わってきてます。ここで大きく変わりつつある仏壇事情とともに、日本の心が扱う製品について話を聞いた。今日お持ちいただいて、これいいですか？持たせていただいても、はい、これ何？仏壇っていう、はい、仏壇っていう形で容器に入るんですか？はい、本当に自然にこうフローリングのお部屋に馴染むデザインですよね。サイドボードなり出窓なり、いろんなところに置けるような形。はあ、そう。それとあと家具に合わせた色合い。はあ、家の中に、ええ、今の家の中にマッチするっていう。昔ですとあの国産とかシタンとか、はいはい、ああいう目の出たものが当たり前だったんだけど、うん、今そういう置く場所がない。また、はあ、他のインテリアと合わなくなる。昔はね、こうそれこそ友達の家なんか行くと、もうそこにそうですね、もうほんとね、何かこうちょっと怖いような、小さい時はね、うん、迫力がありますもんね、重感があってね、あ、なるほど。でもどうやって作るんですか？この素晴らしい木でしょ、これ、はい、一応まあ職人さんがある程度手彫りでやってるみたいなんで、うん、一つ一つやっぱ形も若干違う。どちらの職人さん？地元の石川の方で、ちゃんと石川県、はい、ものづくりの場所ですもんね。で、漆なんかでもやっぱり伝統工芸の資格をもらった人とか、そういう方も携わってるそうなんで、これはちょっと金箔入ってないけども、やっぱり向こうは輪島塗りだとやっぱりそういう場所ですから。ただ今ね、時代流れてくるとそのペットさんとか、ペットちゃんだね、ペットちゃんそういうものにこだわる方もいますよね。そういう、そうですね、あのペット専用のお位牌っていうのもありますし、あとあの中には普通の人と同じようなお位牌の一番小さいので作ってあげるなんて方もいらっしゃいます、ね、家族の一員だっていうことでね、改めて社長にこの創業の経緯を教えていただきたいんですが、もともと私はまだ入って20何年、もともとあの会計事務所にいたもんで、会計事務所、はい、そこで30年ほどやってて、まあここの会社の、 あのそういうものがちょっと不在になるからやってくれっていうことで
でもやっぱりやってみて、やっぱりこの商売っていうのは本当にその心を通うものを使ってますので、うん、で結びつきがありますから、はい、やっぱりそれを大切にした商売をしていきたいなっていう形で、いい勉強になりましたけど、ワンストップでお客様に今寄り添ってらっしゃるっていうふうに伺ってます、はい、最初は仏壇から始めて、で10年ちょっと前から墓石を始めて、お墓ですね、それから3年もう4年目になりますか、葬儀の方を始めまして、それが全部含めて、まあ仏事関係でいう主要な3つ、それを全部うちで賄いたい、まあそのやりたいという理由は、あの一人の社員で一度お客さんと接した方が最後まで面倒を見てあげられる、そのままお客さんも安心してお話もできる、はい、それが一番理想だと思っているので、それで今進めています。このワンストップで寄り添われる、はい、いろんな具体例をお伺いしたいんですけど、はい、まずあの墓石を、はい、あの一枚板を使う、はい、っていうのはどういうことなんですか。元々だと、うん、自分自身もまだうちがやってない時によそで作ってもらって20年経ってますけど、やっぱり継ぎはぎの石っていうか、その方が運んでくる手間も楽ですから、で安く味でも使えますから、でもうちはその1枚を引いてあげる、であと耐震にも強いですから、1枚の方がね、はい、あ、なるほど。でつなぎ目っていうのは劣化しますから、つないでますから、時間が経つとどうしてもその割れ目なんかがみっともないですし、その方が安定感もあるし、上の竿がしっかりしてますから、だからうちはそれこだわってるし、それにあとその基礎の部分にしても一応住宅と同じような鉄筋で二重構造にして、へえ、しっかり地震にも大丈夫なように、はあ、どうしても平らな土地だけ出したらいいんですけども、うん、山の部分になると傾斜がありましたり、はい、あと地層も違いますから、どうしてもそういう部分が出てくる、はあ、地震が起きた場合に。そして2つ目の具体例として、うん、あの仮設置のサービスがあると伺っているんですか、はい、あのお仏壇悩む方いらっしゃいます、何本かあってこれとこれどっちにしようかなとか、で一番は先ほど言ったようにこのインテリアとかお部屋に合うかな、色合い見たいけども見れない、それを直接お届けしてその場で設置して見ていただく、それを1本ないし何本でもお持ちしてそれで見てもらう、そこまでやってます。後悔のないようなサービスを、ね、提供してくださってるんですね、そうですね。そして次に配達サービスっていうのはどういうサービスなんですか。配達はあの、まあ、全部その売ったものが大体1人で行けばそのもので、あと2人で行く場合は1人は大体その担当したものを行かせるように、だから女性も行ってます今。ああ、じゃあ担当者がしっかり最後まで届けてくれるっていうことですね。その方がお客さんがやっぱり一番安心、分かんない人来てもらってもなんか心配って、そうですよね、もうとことんお話をして買っていただいてるんだから、やっぱりお話が楽、スムーズにいくし、であとその担当もイメージ湧きますから、うん、最初に聞かれてる場所でやっぱり、そうだったんだなって、それが一番いいかなっていう、最後の最後までワンストップっていうことですね。そうですね。で葬儀っていうのもあの一番はやっぱり葬儀終わって終わりじゃないんですよね、要するにみんなその大事な方が亡くなってるわけですから、その後のフォローをするのが、そこまでがうちの葬儀じゃないかなと思ってます。だからうちの社員っていうのはやっぱり家族の一員になれるように、まあ、努力して、まあ、接してそれでまあやって成功してる、でその後もそんな形のあれをやっていこう。家族の一員を目指す日本の心が新たにオープンした斎場、そこにはお客様を思うある思いが込められていた。今取り組まれている新しい斎場についても教えていただけますか。はい、まあ、この前先ほど言ったように2日にオープンしましたけど、まあ、200名以上来られて、うん、まあ、会員さんもそのうちの半分ぐらいになっていただいて、それ以外は既存のお客さん、もともとの、まあ、あの青梅店というお店がありまして、はい、あのそこからちょっと車で10分ぐらいのところにありまして、もともと30年以上やっぱり営業した店舗なんで、あの古くからお客さんが多い、でまたあの青梅ですから、あの東京でもちょっと郊外というかだいぶ奥埋まってますので、地の方が多い場所ですから、ご家族も多いんで、まあ最大でも100名まで入れるような、あの一組限定のホール、それを一応作りまして、一組限定、はい、いいな。で和室も一応ベッドも全部ついてお風呂もありましたんで、
そこでもう自分の家と思って使っていただけるような、そんな形で一応設けて、まあこれからの時代やっぱそういう方が増えてきてるみたいですから、でまあ普段使わない時はまあその地域のコミュニティルームになればいいのかなという。心の休まる場所として多くの人の思いに寄り添い続ける新井健一。そんな男が心に留める格言とは。まあ人に優しくというか、まあ、それとあとは感謝ですかね、自分としては。まあ初めてお客さんに会うのは、まあ、一期一会というふうに言いますけども、その後この長くお付き合いできるようなで、まあ、形で、でやっぱりうちに来られるお客さんというのはもう初めてのお客さんはどうしてもやっぱりなんかそういうものを背負ってくるわけですから、それをまあニコニコ笑いながら迎えるわけにもいかないですから、ほどほどのあれで、でお話をちゃんと聞いてあげて、こっちが喋るんじゃなくてやっぱりお客さんからもう7割以上喋らせて、まあ、そういうのを聞き出して、それにどう答えてあげられるか、うちでそんなことを一応日々考えているような形で、であとは最後はもう感謝で、まあまた次お会いできるというか、まあありがとうございますという形ですね。そんな形ですね。ほっとするね、本当にいつまでも温かい日本の心様で、はい、いていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。